政府が閣議決定をした法案の中には、皆さんテレビ、特に NHK、フジテレビなどがテロ等準備罪、テロ等準備罪と政府の言い分をそのまま繰り返しておりますけれども、政府が与党に最初に示した法案の中にはテロという文字一言もなかったということは、皆さんすでにご存知のことじゃないですか。テロ対策の法案なんかじゃないんですよ。だけどテロという言葉がなければテロ等準備罪と言えないから、与党の批判があってこそこそとテロリズム集団という言葉だけを入れたんです。だけど皆さん、今日大沢議員と一緒に、みんなと一緒に法務省から話を聞いたけれども、法案の中にテロリズム集団という言葉があっても定義はあるんですかと聞いたら、定義はないんですよ。こんないい加減な法律ありますか。しかも皆さん、私は安倍首相の無責任さについても言わなければなりません。1月26日衆議院の予算委員会、安倍首相は国民に分かりやすいようにと言って、普通の団体が一変して組織的犯罪集団になることがあるというその例としてオウム真理教を挙げました。確かに皆さん、オウム真理教は地下鉄サリン事件をはじめとした凶悪事件を起こした。だけど安倍さんが予算委員会で言ったのは、普通の宗教団体がオウム真理教のように一変をして組織的犯罪集団になるならば、その他の人たちも含めて一網打尽だ、こう言ったんですよ。皆さん、1995年地下鉄サリン事件が起きた時に、オウム真理教の出家信者は約1000人、在家信者は1万人、ロシアには5万人の信者がいた。全く事件に関係ない何万人もの人を一網打尽にするというのが、この共謀罪の本質に他なりません。皆さん、しかも政府与党は実行準備行為などという言葉で、これまでの共謀罪とは違うと言っている。だけど皆さん、民進党の品武議員が追及したように、じゃあ組織的犯罪集団がカレーの中に毒物を入れるような計画をしたときに、そのカレーを作ることは実行準備行為ですかと金田大臣に聞いたけれども、金田大臣答えられない、答えられないことがいっぱい皆さん追及したけども、西さんも福島さんも山本さんもみんな追及したけども、なんと40項目について答えられないんですよ。こんな馬鹿げた法案は廃止をするしかありません。 LINE を使って計画の共謀あり得る、既読すでに読んだという表示が出ただけでも合意になる、このことはおそらくこれから福島さんがお話になるというふうに思います。共謀罪は絶対廃案、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 テロ対策と嘘つくな、テロ対策と嘘つくな、言論封じの共謀罪反対、言論封じの共謀罪、共謀罪は絶対反対、話し合いが罪になる。